はい、どんどんどうも、ガオチョでございます。トンネルから失礼します。ここは今、只見町に入りました。19時まで通れるんだ。はい、国道の252号線やってまいりました。冬場落ちた橋があってね、しばらく春雪解け終わってっから、雪が全部溶けてっからさあ通れるぞと思ったんですけど、橋が落ちて通れなかったという60里越えでございます。うわ、水がバシャバシャすげー。まだどっか雪残ってんのかな。はい、そので、相吉橋というところが橋が全部落ちて通行止めだったんですけど、7月に入って、はい、通れるようになりました。ということで行ってみたいと思います。はい、ここから、片側ちょっと窓開けよう、暑い信号待ち。はい、信号待ちが解けたようでございます青橋は落ちたまんま。ほんで迂回路、旧道ですねがあるの、そっちを舗装し直したのか。なるほど、橋は落ちてます。まだそのままです。復旧はかなり遠くなりそうだな。はい、ちょっと画面の右側に映るかな映らんかな、この辺で橋はもう全然ないですね。はい、ってことで、しょうがないでしょ。まるまる流されましたからね、付け根から。はい、ということで、はい、そんなんでね、通ってみました。通れるようになって、迂回路ですけど通れるようになってよかったよかった。信号待ちはしょうがないですけどね。ここまではガオチョでした。ちょっと、60里越え国道252号線のね、橋が落ちたところちょっと気になって、通れるよっていうことで気になってやってまいりました。まだまだ先ですねということが分かりました。はい、ということでこの辺で、今度はスローシェットですけど、この辺で終了しようかと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。